こんにちは。1D&Uponです。今日は Twitter と Instagram にはもうね投稿してるんですけども、鬼滅の刃とスイートパラダイスコラボカフェに行ってきました。いや、マジで楽しかったです。結構コメントにも買ってきたグッズとか紹介してくださいっていうコメントがめっちゃ多かったので、今日はね紹介します。てか見た、あれ泣いた。ジャンプ泣いた。いや、逆に泣かない人いんのかなって思うぐらい感動しちゃったよね。あ、鬼滅の刃の話です。これ頑張ってください。ではね、早速紹介します。ちょっと袋に驚きました。最初に結構さ、こういうイラストが書いてあるのかなと思ったら、まさかのビニール袋で笑ったよね。袋なんだろうって楽しみで待ってたらさ、ビニール袋と思ってそれ笑っちゃったよね。あれで、なんかその鬼滅の刃のイラストが書いてある袋は、こう服とかアパレル系を5000円以上買った方にもショッパーバッグもらえるらしくて、で、うちは買ったけど4400円ぐらいだったからもらえなかったです。なんかね、売り切れてて結構、なんかね、買えなかったものもあったんですけど、とりあえずまあ、欲しかったものを買えたかなって思います。では早速紹介していきます。缶バッジとか開封系はもうね、カフェで開封しちゃいました。で、なんかもし全員出なかったらどうしようっていうので、で、ほら、出なかったら追加で買うじゃん。こう、2人分いたから。マーポンとユーポンに行ったから、なんか13個もあったんですよね、欲しかった缶バッジが。で、その13個で全員が出なかったら、じゃあマーポン行ってこいってなっちゃったんですけど、まあ、無事にね、13個の中に全員が出たので、大丈夫でした。ではね、早速紹介していきます。まずこちら、ででん、これはアクキー付きトートバッグです。いや、かわいいよね。なんかね、誰いたっけかな、まあ、かまぼこ隊とかもねずこちゃんが当たり前にいて、富岡さんもいたな。なんかいろんなキャラクターがありました。ミニトートバッグだね。で、しかもアクキー付いてるのがいいなと思った。いや、まだ開封してないから、こういうのは。うわ、かわいい。そう、なんかね、うちお弁当箱あったら買わないでおこうかなと思ったの。お弁当箱だったよね。今日なんか普通のトートバッグだったから、あ、これなんか使えるわと思って。ほら、なんかそれ携帯と財布とモバイルバッテリーだけとか、そういう時にはすごく便利。いや、なんかさ、このあんまり見ない服だからさ、休止した。はい、ね、チュン太郎かわいいね。いや、こういうのはね、もうぜひ使いたいと思って買いました。では続いて、どうしようかな、これから行くべき？はい、そして次こちら、これがアパレル商品4000円ジーンズの服です。ちょっとね、すごい大きいんですけど、これしかなくて、まあでもなんかブカブカできるのって流行ってるじゃん。で、見て、いやね、うちね、もうここ見て、これ見て、うわ、欲しいなと思ったね。ここだけじゃなくて、もうここもジーンズ醸し出してるからね。袖です。ほら、そう、なんかね、店員さん来てて、うわ、可愛いと思って売ってんのかなと思ったら、もうあったから即購入、1着しかなかったし。で、裏は無地です。もうこれね、表のチュン太郎と袖にデザインが入ってるだけです。そして次にこちら、ちょっとね、カフェで組み立てちゃったからここ取れちゃってるんですけど、等身アクリルスタンドを買いました。うちね、こういうアクリルスタンドって欲しいなと思って、飾れるじゃん、飾りやすいし。うわー、オムライス美味しかった。はい、アクリルスタンドはこうなってます。オムライスすごい美味しかった。全員のオムライス食べたんですけど、すっごく美味しかった。で、下がこうなってます。いや、我が家が黄色になってしまう。そして次に、あ、これからいこうかな。こちら缶バッジなんですけど、これはね、ちょっとあれはな、こっちのとこ、はい、これ缶バッジなんですけど、これはね、選べる缶バッジでした。はい、まずは全員です。まあ、ほぼほぼね、このポーズとかは一緒です。でもなんか大きさがね、すごく大きくて、なんかつきやすそう。炭治郎です。いやね、こんな笑顔でね、持ってこられたら嬉しいよね。食べますみたいな。いや、炭治郎のね、あのパネルもね、かっこよかったね。富岡さんにちょっと驚いた。なんかこういう服着るとさ、おーおーおーってなっちゃうね。なんかこうやってさ、選べる頑張っちゃありがたいよね。必ずゲットできるから。で、ここからが、あれだね、何が出るかわからないってやつです。まずこれ。これは、トレーディングアクリルスタンドです。まず、ねずこちゃん。いや、このねずこちゃんが超可愛くてね、なんで筆2本持ってんだって言いたくなる。でね、これがね、すごく可愛かったの。みんな。で、これ見て。筆加えてるのもう死んじゃう。可愛い。で、もう一個。ねずこちゃん。いや、そう、なんか2個買って、
ね、こういうことあるのかなと思ってすっごいびっくりした。ねずこちゃんにね、好かれた。ありがとうございます。そして、あの次ね、ちょっと汚いんだけど、ちょっと来ちゃったんだけど、これびっくりした、一番。この2ペア出るっていう。そう、なんかね、まあ、これから上がる動画でもあるんですけど、開封動画。その時も、もうこの人たち。で、こちらは柱ですね。柱の皆さんのトレーディングラバーストラップです。そう、またね、富岡さんいなくなったの。いやさ、うち、いつだっけかも、柱のやつ買った時もね、富岡さんがいないの。で、まずこちら、はい、イグロさんです。イグロさんが出ました。で、もう一個がほんとびっくりしちゃったの、うち。え？と思って、おめでとうと思った。これ、みつりちゃん！いやもうほんとに、なんでこの2ペアが出たんだろうっていう。マジで感動した。いつもね、こういう柱の開封するときって、これね、三つおばカップルが出るんです。もうなんか幸せな気持ちになるの、うち、いつも。いや、嬉しかった。私もね、嬉しかったよ、これ。で、次がね、こちら、缶バッジです。これね、お一人様13個もだったんで、もう最大買ってしまいました。で、これはトレーディング缶バッジ全13種類です。じゃあ、まずね、1個目ね。カフェレね、もう回復しちゃってるんですけど。よいしょ。こう入ってた。ね、ここらなんか見えちゃうんだよね、色が。いきます。はい、炭治郎。見て。もうね、この缶バッジが、もうマジで可愛くて、もう最高。炭治郎、これ、やばいよ。なんか赤ちゃんになった？可愛い。よいしょ。そう、伊之助。はい、伊之助です。伊之助なんかね、チョコレートかき混ぜてましたね。ね、めっちゃ顔にね、チョコレートついててさ、ちょっと面白かった。洋服もチョコだらけ。もう食べましょうかっていう。次、でん。はい、来ました。行面さんです。いや、なんだろう、本当になんか、みんなさ、子供っぽくなってるからさ、ギャップというか、とにかく可愛い。で、そうだ、伊之助ね、被ったんですよ。2個目の伊之助。いやね、被るよなと思ったんだ、やっぱり。13個は。そして、行面さんかと思った。それで次に、品津川さんです。フライパン、パンで、ね。今回の柱ってさ、飲み物しかなかったよね。なんか次のカフェは、こうなんか、ご飯こういう食べるご飯系出てほしいなと思った。で、そうだ、ねずこちゃんだ。ねずこちゃんも出たね。そう、このねずこちゃんがマジで可愛くて、ねずこファンには僕やられる。なんか、お団子食べてるのみたいな。え、ね、なんか、これはね、結構こう、ベビーフェイス的な感じになってるんですけど、ねずこちゃんっていう。もう本当にアニメのまんまのねずこちゃんが、団子食べてて、可愛かった。マジで。でしかもパフェ持ってるじゃん。で、あ、そうだ。かぶったよね。そして、煉獄さん。いや、もうなんかね、そう、これね、そう、これ、ね、笑っちゃって、全員つこいってやるじゃん。黄色い頭だからさ、またさ、あ、全員来たとか思っちゃってさ、そうやったら煉獄さんだったっていう。いつもね、煉獄さんには、ハッとね、させられるの。ドキッとする、いつも。はい、煉獄さんってさ、あった、そうだ、かぶったんだよね。ここでもね、またハッとなったよね。あ、そうだ、品津川さん。これも2個目。あとね、これ、4つ、ないんですけど、ここにあります。そう、まずね、炭治郎。炭治郎の缶バッジ。これもね、炭治郎かぶったんですけど、まあね、マーポン大好きなので、こうやってカバーに入れて、写真撮ってました。なんか写真撮るときに傷ついたら嫌だなと思って、一応缶バッジのケース持ち歩いてたから、入れて写真撮りました。で、そして、無一郎くん。いやね、うち、いつも無一郎くんあんま出なくて、嬉しかった。だから、なんか、最初ね、え、本当に無一郎くんですかって言われちゃって。いや、本当に嬉しかった。やばいよ。可愛すぎるよ、それは。ダメだよ。サラとお玉だよ。何も乗ってないの、ご飯。可愛い。で、それで次にね、2個。あと2個何出たと思いますか？実は、あと残り2個。全員差が出ましたー！そう、なんかうちね、全員差被ってほしい。全員差被り来い。全員差被り来いって言ってたの、ずっと。いやもうね、もう全員差ね、うち結構、押し運なくてさ、アニメートの動画見てくれましたか、皆さん。全員差がね、結局1個しか出なくて、もう、うち全員差に好かれてないやと思ってたの。で、今回、こう2個出てきてくれてマジ嬉しかった。でも、もう可愛いのよね。もう、オムライス食べた。いやでも本当は全員ですね、こう3つか4つぐらい欲しかったよ、本当は。本当はもっと欲しかった。でね、富岡さんがいなかった！この富岡さん出なかった。そして次ね、これね、ファイル。ちょっといろんなもらったものもあるので、そちらも紹介します。まず、ファイルから。こちら、ファイル。
善逸のファイルです。で、あとなんかそのファイル、このファイル欲しかったっていうのと、これもらうじゃん、なんか入場するときにお一人で1万ずつもらえて、まあマーポンと一緒に行ったんでね、まあ、コンプしたんですけど、まあ、ま、はい、まずこちら、これだね、缶バッジと一緒、うん、缶バッジと一緒だ。で、もう1枚目はこちら。いや、いいよね、もうね。富岡さん、はい、富岡さんです。いらっしゃいませって言われたい。いや、この顔でさ、いらっしゃいませって言われたらさ、落ちるよね、みんな。で、そしてこのね、グッズを買って、多分1000円分かな、1000円に1枚ハガキもらえるんですけど、そのハガキを紹介します。まあね、1万円分だったんで10枚。まず1枚目、ねずこちゃんでね、このハガキはあれだね、なんかさっきみたいに顔がベビーフェイス的な感じではなく、もうそのままのキャラクターです。次に、じゃ、しのぶちゃん。しのぶちゃんもよかったよ。あ、待って今思ったけど、しのぶちゃんいないじゃん。マジでしのぶちゃんいない。しのぶちゃん留守でした今日。うん、このハガキが初めてだ、しのぶちゃん出たの。うわ、でもこれ、欲しかった、しのぶちゃん、この服の、なかなかないからね。で、はい、来ました、富岡さん。いや、富岡さんね、なんなのもうさ、こうなんか急にこういうなんかカフェっぽい服着られると、キュンしだよね、これぞ。もう巻いちゃったよね、これ。もう巻いちゃってんだよね。で、そして来ました、もうスマイルだよ。炭治郎に関してはマジでスマイルだと思う。クリックリのお目目でさ、食べますかみたいな。で、あと炭治郎2枚。炭治郎2枚出ました。で、はい、伊之助。いや、どうしたっていう、何があったんだっていう。チョコ混ぜるだけでこうなるの面白いね。いやね、伊之助はマジこれだと思うよ。もううちが伊之助推しだったら絶対これ欲しいもんね。あ、伊之助かぶってる。そしてもんね、ね、これね。で、最後ね、このやつね。でねそう、なんかもうさ、前日ね、何もかももう2個ずつ出てて、缶バッジも2個だし、これも2個だしね、嬉しかったですね。後ろにもいますね。いや、なんかもう服がやばい、もうなんか服だけで死ぬ、うちなんかもうね、ここだけでわかるこのかっこよさ。え、腰巻いてんのやばい、これ。腰に紐巻いてんのやばい。で、あ、見せちゃった。で、それで次に最後、コースター、コースターもね、もらえます。お一人様2枚コースターもらえたので、まあ合計4枚もらいました。はい、じゃあ行きましょう。まずはこちら、で、煉獄さん。煉獄さんね、うち結構好かれてんだよね。必ず柱のやつ買うと煉獄さん来る。え、でもなんか全身だからね、缶バッジ全身じゃなかったからね、ここで見れる。そして次に、こちら、品津川さん。そう、品津川さんと煉獄さん必ず出んの。でもなんかあれだよね、可愛いね、なんだか。そして次、で、これね、ママポンね、嬉しがってましたね。富岡さん。缶バッジ、この富岡さんの缶バッジが出なくても、コースター出てくれたから、ちょっと救われた。そして次、まあ、次ももうね、うおーってなってね。これ、無一郎くん。まさかの無一郎くん。いや、出ると思わなくてね、本当に嬉しかった。でも、なぜかかまぼこ隊がいなかった。隣の人誕生出してた。まさかの全員柱。すごいよね。わ、もう全員相当欲しかったの、これ。ください。で、まあグッズの購入はこれ以上なんですけど、あとはこれ、もらってきました。せっかくだったんで。これは、カフェラテを頼んだ時に、コップにくるまってた。カップです。そう、だからせっかくならもらいたいなと思ってもらいました。ただこういうのはね、なんかコップに入れて、なんかペン立てにもいいしね、飾っておくのもいいし。こちらと、あとはこれで、うちはこの無一郎くんのレモネードを飲みました。で、これすっごく美味しかったので、よかったら皆さん、行く方、これから行く方、ぜひ飲んでみてください。で、これもね、なんかね、欲しかったからもらって、洗ってなんかペン立てとかに使おうかなと思ってます。でね、そのカフェラテは、そのカフェラテの絵柄はランダムで届くんですけど、今回はねずこちゃんのイラストが届きました。こちらです。いや、なんかね、クオリティが超高くて可愛かった。で、今回そのご飯、何頼んだかというと、うちが善逸のオムライスと、あとは無一郎くんのレモネードを頼みました。マーポンがカフェラテと、あと富岡さんのクリームパスタを頼みました。で、このさ、なんかさ、この乗ってるじゃん、なんかキャラクターが。あ、
あ、ちょっと食べるのちょっと切なかった。で、最後に残しちゃうどうしてもあれ。でも美味しかったです。善逸美味しかったです。あとは善逸なパネルと写真撮ったりだったりとか、あとオムライスと一緒に写真撮ったりとか、善逸のぬいぐるみと写真撮ったりとか、いろんな写真を撮りました。まあでもね、写真はインスタグラムとツイッターとかに載ってます。よかったらフォローよろしくお願いします。いやね、またカフェ開催したら行きたいと思います。はい、ということで今日は、鬼滅の刃とスイートパラダイスコラボカフェに行きました。いやね、すごく楽しかったです。では、ご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネルゆっぽんの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターとインスタグラムと TikTok もやっていますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。では、おつぽん。